い、どうも、GT Max ガジェット V 豊です。今回は Amazon ゴールデンウィークセールパート3アンカー特集をお送りします。GT Max。毎回言ってんですけど、Amazon のね、セールっつったらアンカーが安くなるっていうんでお馴染みになってるんでね。今回紹介するもの以外でもいろいろね、安くなってるんですけど、パッと見、あ、これいいなと思ったものとか、過去紹介したものをね、今回取り上げてみました。それでは行ってみましょう。まず最初にこちら、アンカーサウンドコア VR-P10 です。こちらはね、Made for Meta認定のゲーミングワイヤレスイヤホンで、イヤホンの他に USB ドングルがついてるんですよね。そのドングルを使って聞くと、LC3 コーデックっていう最新のコーデックに対応できるんですよね。LC3 コーデックもしくは LE オーディオというふうにね、言われてますね。それで使うと、30ms の超低遅延で使えるので、確かにこれゲーミングイヤホンとしては最適なんだろうなと思いますね。僕はね、USB ドングルが付いてるの気がつかなかったので、なんでこんなに高いんだろうなと思ってたんですけど、USB ドングルが付いてるからちょっと高めなんだなというふうに思いましたね。調べてみると、確かに LE オーディオ、LC3 コーデックに対応してるドングルっていろいろあるんですけど、それだけでもう1万円ぐらいするんで、アンカーのサウンドコア VR-P10 は、イヤホンとドングルセットで、今回 27% オフの1990円で買えるんで、かなりお得なんじゃないかなと思うんですよ。ゲーミングイヤホン探してる人は、まずこれ買うといいんじゃないかなと思ったんでね。今回紹介してみました。次はアンカーパワーポートアトム3スリム4ポーツです。こちらは PD45W に対応した Type-C のポートが1つ、QC に対応した Type-A のポートが3つある USB 充電器ですね。これ何がいいかっていうと、まず薄型なのと、あと電源がメガネ式の電源ケーブルなので、交換できるんですよね。だから長さ調整できるので、旅行に持ってった時に短いケーブルで薄型なんで邪魔にならないし便利だっておすすめなんですよね。僕も何回か旅行行った時に他のね、充電器とか持ってったんですけども、やっぱなんやかんやとこれが一番便利ですね。これからゴールデンウィークだし、どこか出かけるんであれば、これ1台持ってくといいんじゃないかなと思いましたね。こちらは普段5390円で売ってるところを 26% オフの3990円で販売しています。こちらのね、動画もありますので、よろしくお願いします。もう3年前の動画なんで、ちょっと恥ずかしいんですけどね。次は、アンカーサウンドコア、リバティ3プロです。こちらは、ノイキャン、エルダック、あと、3D オーディオに対応した完全ワイヤレスイヤホンで、普段17,800円で売ってるところを 22% オフの13,800円で販売しています。ノイキャンもすごく引きが良かったんですけど、これ 3D オーディオっていうのが、普通の音源を無理やり 3D 化させるみたいな技術で、これが結構面白いんですよね。外すと本当に聞いてらんない音になるんですけど、当たるとなんでこんなに立体感あるんだろうっていうような感じの音になるんで、これ面白いんで試しに使ってみるといいと思いますね。こちらのアンカーサウンドコアリバティ3プロの動画ありますので、そちらもご覧ください。よろしくお願いします。次はアンカー610マグネティックフォングリップマグ号です。これもマグ号シリーズの製品なんですけども、アンカー初のマグセーフに対応したスマホリングなんですよね。このスマホリングはかなり頑丈です。しかも磁力も強いんで、ポロッと外れる可能性はほぼないですね。というか逆に外すときちょっと大変なぐらいですね。なんでね、信頼性は高いんで、このアンカーのね、スマホリングいいと思いますよ。で、こちら2000円が 20% オフの1600円で購入することができます。こちらの動画もありますのでよろしくお願いします。次は、アンカーパワーエキスパンド 8-in-1 データハブです。こちらは 10Gbps の転送速度に対応したドッキングステーションですね。最近割と 10Gbps の転送速度を持ったドッキングステーションって増えてきたんですけど、これ発売された当時ってほぼこれしかなかったんですよ。なんで僕も買った記憶があるんですよ。こちらが普段7990円で売ってるところ、25% オフの5993円で販売してます。発売されてからだいぶ経ってるので、だいぶね、安くなってきましたよね。いろいろ繋げられるんで、興味のある方はね、購入してみてはいかがでしょうか。こちらの動画もありますので、よろしくお願いします。次は、アンカー523パワーバンク、パワーコアスリム 10000PD ですね。僕、パート1で CIO のね、モバイルバッテリー紹介してたんですけど、あのモバイルバッテリーってそこそこ厚みあるんで、スリムな形したモバイルバッテリーが欲しい場合は、このアンカーの523パワーバンクとかいいんじゃないかなと思うんですよ。本当にシンプルなモバイルバッテリーで、タイプ A とタイプ C のポートがあるみたいな感じですね。こちら普段4690円で販売してるところ、21% オフの3690円で販売してますね。ちゃんとした機能があって、薄型のモバイルバッテリーを探してる方は、こちらおすすめしますね。旅行なんかにはね、邪魔にならないんでいいんじゃないかと思います。こちらのアンカー523パワーバンク、パワーコアスリム 10000PD の
動画ありますのでよろしくお願いします。最後はおなじみアンカーユーヒーホームバッグ H11 です。アンカーのハンディクリーナーですね。この後もね結構いろいろハンディクリーナー出てるんですけど、1万円以上するやつが結構多くて、ハンディクリーナーにそんなに金かけたいかなって思うとそれないなと思っちゃうんで、いつもこれ紹介してるんですよね。こちらはね5990円でっていうところ 20% オフの4790円で販売します。これ普段使ってますね。いつでも手に取れるところに置いといて、ちょっと気になったところがあったらこれでゴミを集めてみたいな感じにしてますね。かなりね便利なやつなんでおすすめです。でこちらの動画もありますのでよろしくお願いします。以上です。今回は Amazon ゴールデンウィークセールパート3アンカー特集をお送りしました。ブログではもう一個紹介してるものがあるんですけど、今見たらセールになってる量を超えたみたいで割引されてなかったので、動画では一つね少なくなってます。運が良ければ明日ね復活してんじゃないかなと思うんで、何が省かれたかとかブログ見てみてください。明日が最終日なのでね、買いそびれのないようね皆さんお気をつけくださいね。今回の動画参考になれば幸いです。今回の動画いいと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。